皆さんんどうもこんにちはキャサバ太郎です今日は、えー、11月全頭共通プレテストのかわ,いかわいの模試を受けてきたので、えー、それの自己採点結果を発表していきたいと思います。えリーディングが100点中43点でリスニングが100点中60点でした。でリーディングに関してはえっと 知らない単語がちょっと多くてかつ、えーまあ、読み終わらなかったっていうのもあって、まあ、50点いかなかったんですけど、えっと、全体としては四角1から四角4で高かったのが四角2だけだったので消、まあ、文集合を完璧に抑えられるようにこれからできたら、えー、いいなと思ってます。 でリスニングに関してはその受けた手応えとしては7割はいってるなと思ってたんですけど、えー、やっぱりここも最初が間違ってて、まあ、最後の方は割とできたんですけど最初の方がちょっと間違ってて7割行けませんでしたで学校でやってる共通テスト対策のワークは割と7割8割とか安定して取れてきてるので。 まあ、もしとかっていうそのちょっと難しくなった時にどれだけ対応できるかっていうのが今後の課題になってきてると思います。えー、で数学,は数学1が,で,数学2が84でしたで今回数学は、えー、周りの人とかも言ってましたけど、えー、結構簡単だったっていう声が多かったですね。で数1は A は69で、えー、これはかなり自分もミスったなっていうのがありましたでちょくちょく最初の問題でつまずいちゃったりしてて、えー、四角1と四角2ですねそこでつまずいたりしつまずいたのでえー、69と8割いか,ない,かいかないかったですねはい。 で数人に関しては84だったんですけどまあこれは9割取れててまあ良かったんじゃないな良かったんじゃないかなと思ってますまあこ,これもやっぱり完東できてる問題が少なくてうんまあそうですね、まあ、その最後までたどり着けるっていうその力が僕にはあんまなかったですね で数学に関しては、えっと、今回は時間は割と余裕はあって、まあ、あとはどれだけ、えっと、もう一回リピートしてそのミスを減らせるかっていうのが、うんまあ、そういうことをしてれば、まあ、9割は取れたんじゃないかなと思ってます。で国語は、えっと、評論文が45点で。 小説が27個典が12で漢文が30でしたで評論文に関しては、まあ、45点取れたのは、まあ、自分的には割とでかいなと思ってます,思ってます、えー、これが前回の10月のやつは確か国語が70全体で70とか80とかだった たんで周りと伸びたかなと思ってます。で今回はもう自分は古文全然できてないので、えー、最初からまああんまりやる気はなく、えー、時間かけたのが10分ぐらいだったですね古文がで漢文15分で解いてその他を表、えー、論と小説に合わせたって感じでした。で小説に関してはえっと今回はその物語系とかじゃなくて えーまあ、ちょっと特殊なやつだったんで、まあ、そ,それに対応できなかったって感じでした。でこちらも、えー、僕の単国語の担任が、まあ、共通テストは物語系じゃなくてその、まあ、どっちかっつったら評論系のやつが、まあ、もしかしたら協定出るかもしれないって言ってたんで,でそれにも慣れていかないきゃいけないし古文、まあ、に関しては、まあ、防線文が少ない問題。 がが、えー、共通テスト出る可能性が多くなってるよっていうことも言ってたんでやっぱり慣れがあんまり少なかったから今回27と12でそこまで伸ばせなかったなと思ってます。はいで次はチリですね。チリはえー、っと、えー、チリは100点中65点でした。まあこちらも7割後半は取れて。 取りたかったっていうのが本音ではありますね。で、四角一が九、えー、点と、えー、四角五番が六、えー、点で、まあここがまあ落ちた原因かなと思ってます。で、二番二番と四番は高得点が取れて、で一つ関東もあり、まあ三番はまあ半分でしたけど、まあやっぱり問題は一と五かなと思いました。 で五に関してはあんまり知識が問われずに何かその読み取り系が多いのでそこは完登できるようにえもっとね対策え来週から地理もね学校で始まるのでそこでしっかり対応できるようにこれから7割後半そして8割ぐらいはね取れるように頑張っていきたいと思います地理は。 はい、で物理と化学に関しては、えー、物理が56で化学が38でした、えー、化学は、まあ、今週は高分子のところずっとやってたんですけどまあ、えー、理論が全然取れずに、えー、38でしたねこれはちょっと改善しなきゃいけない一番改善しなきゃいけないですね。はい、で物理も え後半の方は割と取れたんですけど消門がもう数問しかあ当てれなくて、えー、こちらも6割切ってしまったとで物価に関してはまあ8割近く取れたらまあ安定できるかなと思ってますはいでトータルとしては900点中528点で、えー、前回から62点しか上がってない上がってなかったですね で多分今回周りの人たちと見た感じ多分今回はまた偏差値50ちょいだと思ってます。えっと広大は偏差値60ぐらい取っとかなきゃいけないのでまああとは自分のね自分でちゃんと目標点数を考えて、えー、今勉強してるのでまあそ,そこに落ち着けるように、えー、これからもね引き続き まあ理科はまあ本当高得点取りたいって感じですね。はい、えっ、ー、とですね最後になりましたが、えー、自己採点の点数とか、えー、志望大学を書いてくれると、えー、ありがたいです。あと何かの動画で結構いろいろなアドバイスいただいたんで、まあ、今回もアドバイスいただけると非常に助かります。まあ一番の目標はまあ現状としては英語7割以上理科。 8割を安定できるように、これからも頑張っていきたいと思います。えー、2ヶ月切ってきましたが、えー、共通テストまで頑張っていきましょう。それじゃ、また。<music>